限りなく定法の一応動画劇場。はい、OK です。ようこそ限りなく定法の一応動画劇場へ。支配人の定法です。広島県内にある2つの世界遺産を訪ねた私、しかしながら両方とも補修工事中。そこで他の観光名所も訪れてみました。今回の広島、ライブをする以前に大きな目的がありました。11月に閉店してしまうお好み焼き屋さんを訪ねること。不思議なご縁のあるお店です。ご親族の中にプロの演奏家がいらっしゃって、異色作品を書かせていただいたりもしました。お客さん集めるのはね、やっぱりね、まあ、だからまあ編曲とか作曲とか、あとはレッスンはまあそれなりに続いてたので、そうですね、まあ、あと録音の仕事で、またNHK のドラマの録音なんかもやったり、はい。
パチ、僕のこと取ってって顔してる。ライブから観光、お世話になった方を訪問。3年ぶりの広島滞在は大変素晴らしいものになりました。次回はいつになるでしょうか。2021年はデュオフェルダも結成20年、何か企画したいものです。では、ごきげんよう。